台風10号に関する最新情報をお伝えします。台風10号、まずは雲の様子を見ていきたいと思いますが、こちらの方を見ていきますと、ちょうど南鳥島近海に台風10号は存在しています。中心はちょうどこの辺り、その北側と東側の方に活発な雨雲の方があるといった状況になっています。台風10号の現在の位置、今後の進路について見ていきたいと思いますが、22日15時現在、南鳥島近海にあり、北に15キロ進んでいます。中心気圧は1000ヘクトパスカル、最大風速は18メートル、最大瞬間風速は25メートルです。この後一旦北に進み、その後東寄りに進路を取っていくという形となります。このためこちらも日本への直接的な影響はありません。ただですね、この東日本の沖合を通過することになりますので、そこから伝わるうねりの方がやはり太平洋の方にはやってきますので、こちらの方には注意をしていただきたいと思います。以上、台風10号に関する最新情報をお伝えしました。またこの台風10号に関する詳しい情報はアプリウェザーニュースもご覧ください。